九毒林寺は東京都台東区にある浄土宗の寺院。1874年、東京府立の霊園、谷中霊園が開園した。周辺には多くの寺院がひしめいているが、公立の霊園であるため特定の寺院とのつながりはなく、法要等の儀式を執り行う上で支障をきたしていた。そのため、白尺。 島津忠宏が発起人となって谷中霊園に葬られた被壮者の供養をする寺院新設の計画が立てられ、1893年に創建された。場所は谷中天皇寺の立中で廃寺となった伏線院跡地に建てられた。当時は台東区谷中で唯一の浄土宗の寺となっている。伏線院は東京都台東区にあった天台宗の寺院。 谷中天皇寺の達中であった。副線院の境内には稲荷社があり、笠森稲荷と呼ばれていた。門前には水茶や鍵屋があり、そこで働いていたのが名和三美人の一人として知られる笠森汚染である。幕末期の上の戦争で副線院は廃寺となり、笠森稲荷は関栄寺の達中である幼女院に移された。 現在の駆逐林寺にも笠森稲荷があるが、これは明治後期に改めて勘定されたものである。なお、大円寺にも笠森稲荷があり、長い花風船の笠森屋船の日がある。石碑はあるものの、汚染とは無関係である。ありがとうございます。